よいしょ。シュールな絵やな。募集ということで動画撮ってます。まあ短い動画なんですけど、っていうのも今日は募集したいことが2つありまして、まあ、1つはバスですが、ショーツでバスですあるあるとか、まあ超過だったりとかを、まあ、ショーツに上げてるんですけど、我々の釣りはもうある程度視聴者さんも見てもらって、大体こんな、ね、釣りしてるんだなって、あ、ゆうたはビッグウェイでやってんだなって、あ、エスケさんはなんかやってんなみたいな、サトスさんはなんかレーサムでやってんなみたいなっていうのはなんとなく分かったと思うんですけど、まあ我々はまあ視聴者さんの釣りを知らないということで、ちょっと視聴者さんの釣りをちょっと知っていきたいなということで、 YouTube に動画を載せてもいいよとか、個人で撮影してるよとか、撮影してるけどちょっと編集しきれないよみたいな、そういう方たち、よかったらバスレスで動画を上げてみませんかという募集です。新しいですよ、新しい。まあ単純にやっぱそうですよね、見てもらってる人たちのやっぱ釣りも俺ら知っていかんばいかんとかなと俺どの立ち位置にこれ座っとんか分からんけど、 なんかいたんで連れてきたんですけどなんかそういうのありかなと思って、なんかいろんな人のこの人こういう釣りしてるんだなとか、この人逆にこういうあるあるあるんだなとか、まあ多分それって地名だったりいろんな県によって多分違うこともあると思うけん、それを今年からまあ来年度に向けてやっていきたいなと思っております。で、僕が担当するんで、僕のインスタグラムによかったら DM の方で動画とか送ってもらえると助かりますんで、よろしくお願いします。あと1点なんですけど、あと1点はバスレスメンバー募集じゃないですけど、バスレスの切り抜き動画をしてくれる方1名募集したいなと思います。採用するあれは単純に長期できる方、短期間しかできないよとかじゃなくて長期できる方で、わりかしバスレスを見てくださってる方、 YouTube の経験あるなしは関係ないのかなと思ってるんで、よかったらどなたかお願いします。それも僕のインスタグラムに DM で、僕やりたいよという方がいましたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上ですたくさんの募集をお待ちしております。お待ちしております。さよなら。さよなら。